どうも皆さんこんにちは、ひよげです。はい、今回編成を見てもらえば分かる通りバルキリーの話でございます。ゴワイプではなくてゴウィーバですか。ゴウィーバが猛威を振るっていた時代というのはポイズンが出る前ですね。ポイズンによって今敵の防衛援軍にネクロマンサーが入っていることっていうのがほぼほぼなくなりましたよね。もういないと思います。現在の防衛援軍に関してはですね、やはりクロバルーンであったりドラゴンであったりラバハウンドであったり、そういうポイズンで処理できないユニットっていうのが多く使用されていると思います。その中で、やはりまだバルキリーは全然使える編成なんですけれども、少しですねやはり使い方を改めないというか、ちょっとこう考え直さないと、ちょっと使いづらい点が生まれてしまうので、そちらを紹介していきたいと思います。まずですね、まあ普通に、ゴーレムを出して後ろからウィザードでしっかりと、バルキリーがそれないようにするんですけれども、こちら相手の援軍が出てきて、今出しましたねバルキリーを、相手の援軍のターゲットが取り終わってからバルキリーを出してるんですね。そうなんですよ。ネクロマンサーの時代があった時はですね、もうバルキリー普通にもう、まあ早めに出しても、まあ別に特に問題はないんですよ。ネクロマンサーが入っている場合は。しかし、もう敵の援軍がドラゴンとかバルーンだった場合、すぐ溶けるんですよ、バルキリーが。で、バルキリーが溶けるとどうなるかっていうと、まあもうそれはもう絶望を意味しますよね。なので、バルキリーは殺してはならないということなので、しっかりとバルキリーを延命させるために敵の防衛援軍が、ターゲットを取り直したじゃないよ、取り終わったタイミングでバルキリーを出すと。それはですね、同様に、バーバリアンキングにも言えることでございます。バーバリアンキングもやはりこうドラゴンとかクロバルーンとかのターゲットを取られた瞬間ですね、ちょっと厳しくなるんですよ。やはりババキン非常に重要なので、なので、皆さんもですね、ぜひともバルキリーやババキンの出し方をですね、本当に注意しないと、今後タンホール9のゴウィーバっていうのは本当に厳しくなってくるのかなと思います。なので、皆さんぜひこのやり方参考にして、まあ、クラン戦などでバルキリーを含んだ編成をぜひとも皆さん使用してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。